ッシュないかな。ちょっと曇って見えるよね。やっぱり。じゃあちょっと待ってて。ちょっと待ってて。今ティッシュ持ってきます。持ってくるね。え、携帯倒さないかな。大丈夫かな。行くよ。え、これティッシュで大丈夫？これティッシュで大丈夫？待って。うん。あ、治った。治った。治った。よかったよかった。こんばんは。こんばんは。めっちゃ豪快にやっちゃった。ごめんね、ごめん。でも意外と綺麗になった気がする。音聞こえた？ごめんごめんなさい。遊びに来たよ、夕方ぶりだねって、夕方ぶりですね。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、夜も可愛いぞって。え、嬉しい、嬉しいです。こんばんは、はるちゅん、また来たよって。ありがとう、来てくれて。こんばんは。ガサゴソ言った？え、ごめんなさい、本当に。てか私の体真ん中にいますか？私の体ごめん。耳、耳やばかった？激鎮。こんばんは、南川遥です。こんばんは、皆さんこんばんは。飲み物入ってなかった。夜ご飯食べたのって。夜ご飯食べました。食べた。しっかりいる？真ん中に。なんかね、さっきの配信ね、なんかちょっとずれてたんだよね。ちょっとずれてて、え、これは大丈夫？真ん中にいる？センターにいますよ。ありがとうございます。もう一人のはるかちゃんって。そうです、そう、もう一人のはるかちゃん。あ、ショートケーキとカップケーキありがとうございます。嬉しい。ウィンクして。ウィンクね、できないんだけどね。頑張ります。いくよ。できなかった。今練習してるんだけどできなかった。ウィンク、目痛めた人みたい。こんばんは、皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは。ちょっと目開いてない？ちょっと開いてる気がする。こんばんはです。今日は何食べたのって。今日はね、今日はあれ、ラーメンって言うんですかね、麺食べた。あ、微妙に寄ってた、微妙に寄ってたのよ。そう、自分では分からないのって。分かるんだけどさ、なんかね、こう画面と私の なんだろう画面あるじゃないですか。がなんかね、背景変わったからね。あ、待って、テロップやってなかった。背景がね変わってね、なんかね、ちょっとね、画面がねチュッてなってる気がしたんだよ。ちょっと縮まってるんだよね、いつもより。だから自分がどこにいるのかがわからない。かわいいって、ありがとうございます。嬉しい、かわいい。ブザービートありがとう。少ししか見えないけど、よくめちゃめちゃかわいい。ほんとに？で、ちょっと、もうちょっと画面が広ければ見えた気がする。
てね。薄め、薄めじゃないよ、薄めじゃない、ただの眠たい人。かわいい。なんでそんなこと言うんですか。ウィンクですよ、ちゃんと。うまい、ね、ブザービートありがとう。元ユナ配信始まった、始まった、始まった。おー、一瞬乗じて、あ、見えちゃった。あー、見えちゃった。あのね、ジョージね、私の家に3体いるんですよ。で、今日の祝、あの、一瞬噛んじゃいました。今日のスクショ対話に後でジョージをね使おうかと思って、一瞬だけ。見えちゃった、やだ、隠してたのに。ブザビタありがとう。お、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、マカロンじゃない、なんだっけ、あ、モンブランありがとうございます。あ、ナルもありがとうございます。ゴロ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 、ありがとうございます。いつもと画角が変わってよきって、そうですよ、そうそうそう、あのね、いつもはカメラをこっちなん、カメラこっち側なんですけど、今日はコメント側にカメラしたので、ちょっと目合うでしょ、キュンリ。ハートありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、南川遥です。こんばんは。3体のジョージ、どのジョージが出るのだろうかって。ジョージね、腕組んでるジョージと、帽子かぶってるジョージと、ナチュラルジョージがいます、こっちに。ナチュラル、あ、でも手に、口にさ手当ててるジョージがいる。そう、ジョージだらけ。3体、じゃあ全部でジョージ4体だね。待って、私のこと、ジョージって、私のこと、ジョージって。あ、50はるちゃん、かわちいてありがとう。50カントありがとうございます。南川のジョージってね、私のことでしょ絶対。南川ジョージじゃない。超絶かわいいはるちゃんって、超絶か、え、これは本物じゃない、これは違う、本物じゃない、これベルちゃんって、これ本物じゃない、本物じゃなかった、違うか。今なんか本物かと思った。ナチュラルジョージとは、ナチュラルジョージ、あの普通のジョージですね。なんか何にもポーズしてないジョージ。枠が変わった、あ、枠の話、枠の話か、かわいいね、かわいい。 NST 祭りに南川さん出るんだねって、え、私ですか、え、私じゃないと思います、それ。私、私か、え、待って、やばい、え、やっぱり本物だった、本物だった。あ、南川さんってそういうこと？芸人の方？芸人さんの方ね。芸人さんの方か。あ、南川さんって私、私がと思ったら、いや、あのベルちゃんが本物だった事件。本物だよって連絡来た。ブザービートありがとう、ブザービート。あ、こんばんは、はじめまして、南川遥です。こんばんは。お笑い芸人の方ねって、お笑い芸人の方か。南川さんって、え、私って思ったけど、そっちか、
絶対違うだろうって、ベルちゃん見てるって、ベルちゃん本物だったよ本物本物って連絡来た本物だった。でなんかムキムキになってるこれ。ブザービートありがとう。いつかハルチュンも出てほしいって。出たいです、ぜひぜひ出たいね。本物なんかって、そう本物だったね。なんかさ、だって藤崎さんのアバターでさ、ベルちゃんって、本物かなって思った。いや磯部ルア元気はるかさんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。あらあら、芸人さんよって、芸人さんだったね。ね、私かと思った、南川さんって言われたから。でも私ははるちゃんだもんねあ、誰もありがとうございます、ゴロ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 、ありがとうございます。3期生のイベントまたあるといいよねって、確かにまたね、やりたいですイベント。南川さんと南川さんで出てほしいわってなんかえ、私もね、ぜひ会ってみたいんですよ、一度お会いしてみたいですね。だから私が知名度を上げないといけない、南川として。まだ多分芸人さんの南川さんは私という南川遥かを多分知らないと思うので、私がどんどん知名度を上げて南川同士でねえ、なんか会ってみたいです。そしたらなんか親戚以外の南川さんと初めて会える。こんばんは、ブザービートありがとうございます。こんばんは、芸人南川さんとハルチュンのダブル南川が見たいって、いいねいいね、ベルちゃんとコンビでエントリーって芸人のあれですか、なんか番組ですか。あ、タコありがとうございます。24時間テレビみたいなやつ、そうね、3期生でまたできる機会があれば嬉しいですね。ベルちゃんと一緒に M1 出るってやばい、そこまで面白くないかもしれないね。ベルちゃん、ベルちゃんがネタ作ってくれたら私出ますよ。ブザービートピーナイシュー、こんばんは、こんばんはです。富山にイベントで3期生で来てほしいって、富山ね行ってみたいね。富山行ったことないんですよ、通ったことあるけどなんか遊びに行ったことないので、富山ぜひ行ってみたいな。南川代表として頑張ってくださいって、あ、頑張ります、頑張る南川代表はるちゃんってありがとうございます。19日大釜でって会えるかな、ね、NGT48 南川代表としてって、いや一人しかいないんだよ NGT48 の南川代表は。ハルチュン BB 後で見ますって、え、嬉しい、ぜひ見てね。こんばんは、こんばんはです、ハルチュンってありがとう、こんばんは、こんばんはです。はるちゃんは親戚以外の南川さんと会ったことあるって、え、ないんですよね、それがない、親戚以外ね、会ってみたい。南川さんっているのかな、なんかね、まだね全然会ったことないんですよ、親戚以外の方は。どこかで出会えたらいいな。僕南川って言うんですとか、私南川って言いますってね、お話し会とかで来てくれないかな誰かで、せめて NGT のはるか代表でって、せめてね、そうだよね、NGT でははるかが2人いて、小声さんと私南川がいるんですけど、そう2人だった
ったらはるか代表とか代表をつけれるじゃないですか。でも南川 NGT の南川代表って私しかいないよってなっちゃうね。こんばんは、こんばんはです、こんばんは。あと東がいれば東西南北が揃うって、確かにね。東、じゃあ4期生の方、東という名字名前どちらか入ってくる、入ってる方来てくれると嬉しいな。はるかはるかで芸人デビューって、はるかはるか、え、小越さん巻き込みますかね。ぜひ小越さんがいいって言うなら。あ、だるまありがとうございます。ゴロ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 ありがとうございます。北川さん、西川さん、東川さんには会ったことあるって、ないんですよね。ないの、それもない、なんかないわ、そういえばないわ。なんか北村さんとか西村さんはありますねでもね、川がね、ないですね。はるちゃん、時以上誰のだったって、長谷川れなさんですね。ちょっと今から解明してくるって、解明しちゃう、え、南川に解明しちゃう嬉しい。名前非公式だけど僕あるよって。何が、あ、東ですか、東4期生で南川さんが3人くらい入ってくるかもよって、来てくれるかな南川。そしたら南川軍団作れる。南川さんぜひ4期生で入ってくれると嬉しいな。南川ね、確かに一人しかいないよねこんばんは、こんばんはです。ハートありがとうございます。こんばんは、南川はるかと申します。ぜひ名前だけでも覚えてってください。ブザービートありがとうございます。ありがとうございます。西川が多い、一番多いのかなって。そうなのかな、わかんない。西川さんも会ったことないんですよね。あ、でも西川さん、ないか、アイドルさん見に行ったことはあります、西川さん。レナポン、そうです、そう、ブザービートありがとう、ピースチ、レナポンスチ私もスチ、スチって言いづらかった、チ。お仕事から帰宅しましたって、お仕事お疲れ様です、お疲れ様。南川軍団、そう、南川軍団いいね。タコありがとう、ありがとうございます。トムちゃんって、ありがとう、トムちゃんです。今この前の24時間テレビの NGT のところ見てるよ。はるちゃん時以上似合うねって、嬉しい、ありがとうございますね。似た名字なので南川軍団入れてくださいって。待って、まだ軍団作ってない、軍団作ってないけどね、軍団作るってなったらぜひ入っていいですよ、南川軍団。名字言えないけど、自分も同じ名字の人は親戚しか会ったことないって。ですよね、私もなんですよ、うん、ママさんとお姉さん2人が入れば4人になるよって、確かにでもさ、 NGT に入れる年齢じゃないよ多分オーディションが、今お姉ちゃん何歳だろう、こんばんは、こんばんはです。
です。南川軍団作っちゃおうかなって。南川4期生に南川が大量発生したら。こんばんは、こんばんはです。私が、そうなんですか。いつもありがとうございます。メールの返信とかよく返信してくれてありがとうございます。え、知らなかった、それは。あ、こんばんは。スイスイ元ヤナとサンバドしてたら混乱してきたって。確かに。え、聖徳太子、聖徳太子だっけだっけになれますよね、理解できたら。3人の声を。はるちゃん3期生だと背が高い方だねって。そうですね、2番目に高い。そう、真ん中のお姉ちゃん入れる気がするけど、オーディションがいつかによりますね。あと1年2年後3年後だったらもうお姉ちゃん入れないかも。全然みなみかわじゃないけど入団したいですねって。あ、本当ですか。本当に、え、ぜひ。え、みなみかわでもそれは4期生に南川が大量発生して来てくれるかによるんですよ。南川軍団作るには。五十はるちゃんって、ありがとう。ご時間とありがとうございます。こんばんは、こんばんはです。南川はるかと申します。こんばんは。南川さんは全国で7400人くらいいるらしいって。え、嘘。え、出会ったことないですよ。え、多いですね。じゃあ全員私の親戚かな。こんばんは、こんばんはです。僕の名字と同じ名前があるって書きたかったんですって。あ、なるほど、なるほど。あ、だるまありがとうございます。ゴロ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 、ありがとう。朝ぶりに来ましたって。え、嬉しい。声がやっぱり可愛いって。嬉しい、ありがとうございます。感謝です。シェシェ。南川軍団入部希望したいなって。いや、まだまだ正式に決まってないんですよ、軍団は。とりあえずパパさんが NGT に入ってくれれば。パパさんいけるかな、いける。で、南川軍団をファンネームにでもするって。ファンネーム南川軍団、あ、でもいいかもしれない。私のファンって分かりやすいかも、南川軍団って。こんばんはって、こんばんは。南川軍団って、そう、もし新メンバーに南川が大量発生して入ってくれれば南川軍団は作りますね。そう、そういう話をしてました。南川、うん、7400人は少ない方でしょって。少ない、少ない方。あ、そうなのか。南川一家が全員 NGT48 に入ればいけるって。いいんですか、いいですか。なんかさ、ダンスとかさ踊っててさ、なんかいきなり、え、誰誰誰って、あの方、あの人たち誰ってなったらあれですよ。なんだろう、南川一家だったら、あの人たち誰だって、南川一家ですって。どうも南川一家ですって。はるちゃん可愛いって、ありがとうございます。南川初めて聞きました。だよね、私もね、南川さんに出会ったことないんですよ、親戚以外で。初見ですって、ありがとうございます。南川はるかと申します。それできる方法あるよ。はるちゃんと養子縁組になれば誰でも南川って。南川さん、南川さん増えますか。そしたら、これ縁組で合ってる？漢字心配です。
ね、南川さん大量発生しちゃうの？なんか珍しい名字だなって思ったけど、大量発生するなら本当に珍しくなくなっちゃう気がする1位って何の名字でしたっけ？何さんだっけ？1位何人くらいいるんだろう。どのくらいで抜かせるかな南川。え、名字ランキング全国2032位。あ、なるほど、2032人。なるほど。鈴木か佐藤？佐藤どっちだろう。ね、南川一家って YouTuber でいそうってYouTuber でいそう。やばいね、もしかしたら私の家族が YouTuber だと YouTuber になっちゃうかもしれない南川一家。佐藤さん1101001000010001800000185万3000人。え、これどうやって抜かせばいい？田中も多いよね。田中養子縁組で合ってる？あ、ならよかったよかった。スイズが2968位の4500人。なるほど。え、スイズの方が珍しいんですか？まあ確かにスイズさんとは会ったことないけど、え、私どうやったら抜かせるかな。4700人だけ、あ、7400人か、7400人だから、待ってね、今電卓使います。1853000引く7400人は184万5600人の方が必要です。あ、いけるね、いける、これはいける。1位になりましょう。南川1位目指せますよ。これは全然いけます。頑張りましょう皆さん。南川大量発生できないかな。南川ですって。どうやって抜かすって、抜かせないだろうって、諦めちゃう、そこで終わりなんですよ。本当にダメですよ。希望をちゃんと持たないと。せいじさん80人。え、本当ですか？少ないですね。びっくり。こんばんは、こんばんはです。この数字は厳しい？厳しくないよ。加藤も多そうって。加藤さん、あ、確かに加藤さんは会ったことある。南川ウイルスね、みんな、あの、全国、明日朝起きたら南川さん大量発生してないかなって思いますね。南川大量発生いけるよね。さすがにいけますよね。さすがにね、いけますよね。真剣に計算するの可愛いかよってありがとうございます。謎理論笑ったって、なんでですか。いけるよね絶対。養子に行きますって。え、本当ですか嬉しい。どういう計算式なのよって。え、どういう計算式？佐藤さんの人数と南川さんの人数を計算した。諦めたらそこで試合終了だよって。安西先生、バスケがしたいですどこかで聞いたことある？ね、バスケしたいですね。
て。ね、バスケボール、バスケットボールチーム南川さんだけでいけるかね。で、ね、南川さんみんな集合、南川さん集まってください。ね、南川さんスワローズ優勝しますかねって。しますかね、いきなり。スワローズさん頑張って、頑張ってください。ヤクルト、ヤクルトの話ですか。呼んだって、あ、呼んでないです呼びました、呼びました、呼んだ。起きて南川大量発生したら怖いよって。なんでそんなこと言うんですか。待って、あ、よかったね。南川大量発生してほしい。今日から南川になりますってありがとうございます。今日から南川さん、はるちゃんポジティブ、ポジティブですよね。でも意外とネガティブな部分もある。初見ですって。サラダン好きだと聞いたのですが誰が好きですかって。え、どこ情報ですか。好きですけど、私は三井先輩、ミッチー好きね。はるちゃんこんばんはって、こんばんは、こんばんはです。俺も入るわって。え、本当ですか。え、南川、南川ブザービート見てましたって。あ、ありがとう、ブザービートピー、ありがとうございます。で、ブザービートドラマの話かなこれは。で、私も見てました。ヤクルトですねって。あ、ですよね、ヤクルトは今日負けたよって。あ、そうなんですか。待って、野球の情報今日は入ってきてない。3対3ならバスケチームいけるかもって。あ、確かに。でもね、あれなんですよ、南川5人はもう私の家族で、あ、家族がいるのでね、5人は揃いました。あと5人ですかね。はるちゃんに会う時だけ名字南川になりたいってぜひぜひ南川って名乗ってください。ブザービートピー、こんばんは、こんばんは。来た多いの、初めて知った。え、744位の26100人。なるほど。でも北さんにも会ったことないね。あの、つい最近出会いましたけど、私加入する前は北っていう名字の方は会ってないね。加入する前会ったことなかった。バスケがしたいです。嵐のスリーポイント、バスケがしたいです。そう、バスケがしたいですってセリフね、いいよね。諦めない男ですか、ショックかと思ってしまいましたって。逆にどなたが好きなんですか。どなたが、ヤクルトボロ負けしてますねって。あ、そうなんですか。村上選手戻ってなかったよって。え、待って、私その情報はまだ見てない、知らなかった。チラッて、ありがとう、こんばんは、こんばんはです。南川遥です、こんばんは。今日は泣いてないって。今日は泣いてない今日は泣いてないです。そう、毎日のように泣いてるわけではないね。でもさ、私さ、あれなんですよね、高校入ってから全然泣かない人だったんですよ。ね、泣かない人だったんです本当に。で、なんかいつの間にか、ね、高校3年生になったらなんか泣くようになりました。びっくりですよね。仙道さんが好き、仙道さんが好き、
こいいよね。お姉ちゃん仙道さん好き、要チェックやって要チェックや、メモしないと、メモしないと、たくさん彦一かわいいよね。漢字が違うけど来たって読める名字いくつかありそうって、あの普通にさ、あの普通の北って書いて北さんとかはいそうですよね。でもなんか喜ぶに多いって書いて北は初め、あの私全然会ったことなくて、加入してから出会いましたね、花江ちゃんに。ちなみにはるちゃんさんはバスケしていた時にブザーなった瞬間にシュート決まって勝ったことはとね、逆転勝ちというものはないんですけど、ブザービートで逆転勝ちはないんですけど、ブザービートは1回だけあった気がする、ね、普通に勝った試合なんですけど、逆転、そのシュートで逆転したって言われるとそれはないんですよね、うん、悲しい。年を取ると涙も脆くなるかなね。そうだからだと思います。でもね、あの感動する場面が多くてね、感動する場面が多くて泣いちゃうんですよ。感動の涙です。そう、新潟にいる、南川さんおよそ10人だってって、え嘘、え、じゃあ私の他にまだ9名の方がいるっていうことですか、それとも私南川って入ってるかな。9名いるっていうことですか。嬉しいな、嬉しい、かっけえ、かっけえ、かっけえですか、嬉しい。それは年取ったら高校野球見て泣いちゃうよって。高校野球は感動しますよね。ね、私も高校野球見ながらね、すごい感動したなって思う。リバウンドを制するものはゲームを制すって名言だよねって。うん、キャプテン赤木キャプテン、ね、最近はドラえもんで泣いてますって。あ、本当ですかドラえもん最近ね、あれだよ、見れてないんですよ。最近土曜日に変わっちゃったじゃないですか、で早くなっちゃったじゃないですか時間が。だからね、あんまり見れないんですよね。ドラえもん見たい。でも映画とかは必ず見に行ってます。みゆちゃんに似てるって言われるって。みゆさん本人にね、初期の私に似てるねは言われたことあります、うん、髪型が一緒だったみたいで、ハーフツインですか。メンバーの卒業公演 DMM で見るたびに涙が出ますって。え、それは私も涙出ます。つい最近は寺ひなさんの卒業公演見ました。仙道好きなんですか。ん、仙道、何、仙道好き。千葉県に南川130人だってって、え、嘘、千葉県に南川いたんですか。嘘、130人いたんですか。でも出会えてなかった。
え、じゃあ私が通り過ぎ、あの何、なんか気づかないうちに南川さんと出会ってた可能性があったっていうことですか。これは見る時間なかなか合わないですよねって。合わなかった、うん、全然合わなくて、そう、全然合わないんですよ本当に。家帰ってきたらもう終わってる、途中で、途中からとかになっちゃう、見れるとしても。球技大会でブザービート決められたこと、あ、決められたことはある？ねえ、決められたこと、私はね、決められたこともないかな、ブザービート。逆転勝ちされたこともない。僕はプロ野球のドラフト番組で泣けるって、確かにあれは泣けますって、なんか家族で話してた。なんかドラフトをよく見てるんですけど、プロ野球のよくっていうか毎年見てるんですけど、ね、あれはドラマもあり感動しますよねっていう、あ、わかる気もする。待って、どこだ、あ、ミュウさんに似てるっていうところかな。映画のドラえもんだとジャイアンがすごくいいやつになっていますねって。確かに。なんか普段はさ、あれですよね、俺のものは俺のものって言ってるけど、お前のものも俺のものって言ってるけど、なんか映画のドラえもんだとジャイアンすごいいい方になりますよね。バスケしていた時の得意なプレーはあります？よくリバウンドをよく取る、あるいはスリーポイント決めるとか。なんか得意かわからないけど、なんかスリーポイントは打ってました、よく、よく打ってた。卒業という文字見ただけで涙出てきそうになりますって、それは私もですよ。ブザービートピー。千葉の人口で考えたら180に合わないでしょって。でもどこかで合ってるかもしれない。僕は NMB の B2 公演アーモンドクロワッサン計画で何度も泣けるって。私まだ見れてない、いつか見る機会があれば嬉しいけど。某アニメみたいに130人連れてくればいいじゃないですかって。連れてこれるかな、こうやって呼び込める。ブザービートありがとう。千葉の人口630万人、多いね。お、え、意外と多い。え、そんなにいたんですか、びっくり。スワローズ負けちまったよって。え、そうなんですか、ね、ピアノ。こんばんは。こんばんはです。仙道ならきっとなんとかしてくれるって。確かに。やい、伸びた、野球しようぜのイメージ、ジャイアンって。おい、伸びた、野球しようぜって、ね、よくモノマネしてます。プロ野球の戦力外通告を受けた男たちの番組も泣けるって。ねえ、なんかそれお父さん見てた、それお父さんとお母さん見てたな。ね、寝はいいやつ、寝はいいやつですね。はるちゃん、ベルちゃんと変顔対決してほしいな。 NGT の審査の時は披露したので。 NGT の時はね、あれですよ、野球の素振りを披露しました。変顔ね、変顔と迷ってたんですよ。え、どうしようって思って。でもなんか私直前で変顔諦めて野球の素振り披露してた。
こんばんは、こんばんはです。映画のドラえもんって主役はドラえもんじゃなくてのび太だよねって。確かにのび太。2017年のリカーでマックスが1位になった時の映像で号泣するって。それはわかります、それはわかる。千葉県で南川に出会うってのは選ばれ者だけですねって。そうですね、そう。ぜひ千葉県の南川に会いに行きませんか。おしゃべり会で待ってます。はるちゃんのうちは作る予定なので楽しみにしていてねって。オレンジかけるジョージの予定って。あ、ジョージ、嬉しい。それは俺は千葉都民、千葉に住んでたんですか、嬉しい。千葉県は東京から近いからねって。近いよね、うん、ね、突然のジャイアン。はるちゃんの父と母と話が合いそうって。多分合うかもしれない、多分ジャイアンのモノマネできるんだねって。いや、あの似てないけどノリであのモノマネします。生誕グッズでバスケ関係のものを作るなら何作りたいですか。バスケ関係のもの、でもなんかはるかの顔が入ったユニフォームとか作りたい。ぜひ素振り劇場でやってって。できるかな、披露できる機会あるかな。ZOZO マリンズマリンスタジアム行ったことあるって。ありますね。突然の宣伝すみません。でもね、本当に皆さんに来てもらいたくて、本当に10月、待って、この情報は間違えちゃダメだから、カレンダーをちゃんと確認して宣伝をしないと。あ、合ってた。10月8日と10月22日にオンライン個別ローン、オンラインロング個別おしゃべり会がありまして、ね、私はね今何しようか迷ってるんですけど、ね、コスプレをね、あの10月22日にねしようと姉と計画してるんで、ぜひお時間がある方は来てね、待ってますよ。私はリカワの今日負けも2位で、2位も涙ですって。確かにすごいですね。千葉都民、市川浦安松戸は千葉都民って。あ、そうなの、千葉都民って言うんだ。あ、東京に近いから、なるほど。それは知らなかった。初見ですって。南川はるかです、来てくださってありがとうございます。野球の素振りの結果はホームランでしたねって。ホームランでしたよね。ちゃんと審査員の方は笑ってくれましたもん。クレヨンしんちゃんのモノマネはできないね。できないよ。ほほーい、坊ちゃんならできるかも。しんちゃんってジャイアンの声だねって。モノマネって今のジャイアンの声のモノマネしてた私。はるちゃんさんのユニフォーム着て生誕祭にか、特色あっていいですねって。ですね、私の専用の私の顔が入ったユニフォームとかいいかもしれない。こんばんは、こんばんは。ブザービートってありがとう。こんばんはです、皆さん。こんばんは。オンラインおしゃべり会でお姉さんとは会えますか。私のお姉さん目当てですか。
お姉ちゃんとのエピソードをお話しすることはできますけど、お姉ちゃんは来れないかも、会えないかもしれない、オンライン。千葉くんの頭の中に住んでればセーフ。あ、なるほど、千葉県の渋谷的な街は柏、そうなのかな、柏市かな、わからない、渋谷的な感じ、ね、千葉、あ、千葉くんじゃない、ち、あ、違う、これじゃないよ、坊ちゃんうまって、あ、坊ちゃんは誰でもできるのよって、え、なんでそんなこと言うんですか、坊ちゃんのモノマネ得意ですよ私、多分坊ちゃんうまって褒められたから得意だと思ってます。しんちゃん顔の中に石が意外と似て、意外と似てない、わかんない、わかんないけど似てるかな、こんばんは、南川遥香です、こんばんは、こんばんはです、ねねちゃんのモノマネはぬいぐるみを、ね、うさぎのぬいぐるみ買わないと、放たれてないやり直しリアル、リアルすぎる、ね、リアルすぎるよそれは、鼻水垂らさないといけないのか、あ、だるまありがとうございます、ゴロ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 、ありがとう、嬉しい、ねねちゃんのお母さんなって、あ、それお母さん、ね、みんな細かいねって、細かいね、私放たれてないとやり直しさせられちゃう似てる、うまい、え、うまいならよかった、モノマネしてよかったな、顔の中の石は拾わんで拾うかもしれないじゃん、いや、わかんないけど、うさぎの代わりにジョージかなって、え、いいかな、ジョージ、ね、ジョージ、え、でもかわいそうだからやだな、花垂れはるちゃんは見たくないって、私見せたくもない見せたくもないですよ、 NGT48 カラーのバッシュとかはどうすかって、服ならなんだろう、これは普段着着れそう、なんかわかんないけど、なんかいろんな方がレベルアップしてる、あ、レベルアップしてる、なんかいろんな方が、なんかびっくりしちゃった、今どんどんとレベルアップしてる、配信終わったらねねちゃんのモノマネしてるって、あ、しないよそれは人形は大切にしないとね、もらい物なんで、あの、これが、これが誰だっけ、なんか父と姉、姉だっけ、ね、この人形たちは家族からのもらい物なんで大切にします、服は絶対買いますわって、あ、グッズですか、あと10分くらいって、9時50分、え、嘘、え、待って、あと8分だ、あと8分、やばい、はるちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんはです、ハートありがとうございます、ありがとう、はるちゃんの笑い方チキって、嘘、嬉しい、遊びに行くとき絶対来ますって、 T シャツとか、なるほど、え、じゃあなんかそういうグッ、あのグッズがあれば、作れれば嬉しいね、プレゼント解禁されたら常時であふれ返りそうって、え、でも常時ねすごく好きなんでね、それは全部大切にしちゃう、だってここにね今常時いるんだよ、常時、常時です、こんばんは、こんばんは、
ーです。私の姉です。3匹とも待って、ちょっと待って、3匹とも可愛いってさ、私のことですか？待って、2体、あの2匹しかさ持てないけどさ、ごめんね、もう1匹持てない。私の姉です、3姉妹です。こっちが1番目のお姉ちゃん、こっちが2番目のお姉ちゃん、私が末っ子です。早くお手紙書きたいですって、え、ぜひぜひ待ってます。え、いいのかな、わかんない。え、姉ですよ、姉。可愛いですよね、姉。似てるなって、え、似てる？嘘、本当に似てる？見分けつかない？え、嘘。やっぱり私はなんか似てるんだね、長寿に。あ、待って、先にさランキング読みますね、あと5分しかない、やばい。あ、ごめん、あのランキング出したら手が映っちゃいました。いきます、13位からいきます。13位、山女ケースさん、ありがとうございます。12位、ゴーさん、ありがとうございます。11位、丸バツ三角さん、ありがとうございます。これな、トラヨシさんかな。10位トラヨシさん、ありがとうございます。9位新潟のあおちゃん、ありがとうございます。8位チーボーさん、ありがとうございます。7位加藤アット愛知県民天ぷらさん、ありがとうございます。天ぷらだっけこれ。6位うんのすけさん、ありがとうございます。5位ナースボーイさん、ありがとうございます。4位風さんかな、風さん、ありがとうございます。3位ヒロンさん、ありがとうございます。あ、え、待って、え、どうしよう、え、ランキング変わった、え、どこが変わった、待って、ランキング変わっちゃった、え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。え、3位トワストさん、これ合ってるかな英語、ありがとうございます。2位ゴーさん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルドゥン、酒井修一さんです。おめでとうございます。待って、最初からにする、これ時間は大丈夫そう、やり直し？嘘、やり直しなのこれ。でも待って、変わった人を探せばいいんだよこれ。待って、あ、わかっ、え、待って、待って、あ、見つけた。10位トムさん、ありがとうございます。13位えちごししさん、えちごししさん、ありがとうございます。見つけた、これで OK じゃない。3と4、あれです、あの途中でボーンって入った方は、あの見つけた。それではスクショタイムします。覚えられるって、覚えられましたね、覚えられたね。パチパチありがとう。昇格組、そう、昇格組だけ読んだ、降格組は読まないです。スクショタイム、え、行きますか。ね、待って、私の誕生日入れてくれてる、ありがとう。ごめん、惑わせたって、全然大丈夫だよね、あのちょうど更新の時だったから。
ブザービートピーブザービート最後に変える。はい、ありがとうございました。明日も朝配信あるって。明日も朝配信ありますね。やる7時からだと思います。やります。毎日7時ははるかの時間。また来てね。ジョージじゃない、姉とのスリーショットって、そうだそうだ、ジョージありがとうって、ジョージこちらこそありがとうございます。お、起きます、起きなきゃってね。ぜひ一緒に早起きしましょう。はい、起きますってありがとう。夜もね配信しようと思ってます。でもね、おしゃべり会があるのでちょっと短めかもしれないんですけど、夜もする予定なのでぜひ来てください、ね、起きてね皆さん。私も起きるから、また来てください。おやすみなさい、またねー。